はい。というわけで、放送は始まったのかしら？ちょっと待ってくださいね。確認しますね。よいしょ。はい、おつまわりです。カサカサ。おつまわりです。ちょっと待ってね。今ね、俺の YouTube はクルクルしてる。みんな見れてる？大丈夫かい？よし。あれやな、最近生放送が始まる前に必ずバットをしてくるやつがおるな。はい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 。というわけでね、今回はですね、こういうことができるようになりました。はい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 。ということでね、こういう感じでね、いろいろとね、こう、コメントもね、この下に出せるようになったりね。しましたんでね、積極的にお話ししていただけると嬉しいです。さあ、というわけで、はじめましての方も、お邪魔まして以上の方も、おつまわり、始まりでございます。はい、というわけで、もう、YouTube 始めたというところからすると、はい、どうも、しーちゃんさん、おつまわりです。そう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 、裏木さんに教えてもらったのよ。はい、イッキーさんもつまわり、HGGK さんもつまわり、シカヨさんもつまわりです。ということですね。はい。はい、タクヤさんもつまわりです。はい、ということでね。まあ、YouTube を、はい、カノエコーさんもつまわり、YK さんもつまわり、クロッコさんもつまわり。YouTube をですね。はい、アンブさんもつまわり、キラボスさんもつまわり、ちょっとここら辺からまとめてにするね。まあ、YouTube を始めてからのところで行きますと、これで、こういった回ですね、は、石井さん、大岩さん、ザーゴーと来て、これで3回目と。いうことになるわけですが、まあ、慣れるもんではないよね。うん、監督の解任というところに対して、まあ、慣れるもんではないかなと思います。はい、ランタンゴールドさんおつまわりです。アラジェイさんおつまわりです。はい、小林さんおつまわりです。そう、慣れるもんじゃないよねっていうところはありますね。そうね、とんでもない一日になりましたね。本当にね。うん、まあ、というところなんですけれども、まあ残念ながらというところではありますが、ザーゴーがパゴって消えた、ザーゴーが解任ということになりました。毎回嫌ね。そうね、とんでもない一日になったし、毎回嫌っつうことでね、うん、いや本当にそう。まあちょっとコメントとかはね、載ってないので、今回ちょっと公式リリース読むような感じではないかなとは思うところではあるんですけれども、まあまあまあ、いろんな記事とかを、まあ、読んだりとかしながらなわけなんですが、はい、佐藤さん、おつまわりです。毎回毎回ごめんね、名前。もうそろそろで大丈夫よ。覚えましたよ。ありがとうございます。佐藤さん、おつまわりです。ありがとうね。まあ、というところで、ございますけれども、はい。ザーゴ解任についてお話をちょっとしていきたいと思います。朝と夕方と2回びっくりした。そうね。コロナの話もね、ありましたしね。ちょっとそっちは心配ではありますが、まずちょっとこっちのザーゴ解任の話のところから、ざっくりしていかなければならないかなと思うんですけれども、
戦績だけで見る限りで言うところで言えば、まあ、そんな、まあ、勝ち越しはしてるわけですし、まあ、他の層の基準のところからというところで言えば、まあ、鹿島アントラーズらしいと言いますか、まあ、その最終的なところで言うところで言えば、まあ、タイトルのところを睨んだところで、そもそもそろそろゲインライン、もしくはもうゲインラインを超えてしまっている、というところの部分、のところ、まあ、そこであったりというところが、まあ、目に見える部分という意味では、では、そういう解任と契約解除と、いうことになるのではないかというところです。はい。で、おそらく、僕とか、赤澤さんとか、アクセルさんとか、410とか、そういう人間が、見ていっていた中の話で言うところで言えば、まあ、昨季のところで言うと、ザーゴ4つのサッカーやってましたよっていう話をしたと思うんですね。最初は、ポゼッション志向のサッカーをやっていたけれども勝てなかった。で、その後、強化部主導によって、プレスのところからはめていく、ショートカウンターのところであるっていうところのサッカーに切り替えていく前に、エンドシフトですね、エンドシステムのようなものっていうものを行いましたよ。で、まあ、本来のサッカー、鹿島アントラーズみたいなところのサッカーをしていたところから、プレスサッカーのところのに移行して、まあ、最終的にはコロナの影響もあって、ツートップのサッカーにしていったよと、上田綺世とエベラウトのツートップのサッカーにしていったよというところで、去年4つのサッカー見せてくれました。で、そういった意味合いのところでお話しするのであれば、もちろんですけど、強化部としては、そのプレスサッカーのところをやってもらいたかったよっていうところはどうしてもあったと。で、それは去年の記事のところで出ていた話だったので、皆さんね、それもね、知っていただいてるのかなというふうに思うんですけれども、そこのところから、今季に入りましたよと、2021シーズンに入りましたよ。で、蓋を開けてみた時に、じゃあプレスのところがどうだったのかっていうよりは、どちらかといえば、ビルドアップのところの手こ入れっていう形が、非常に多かったのではないかなっていうような気がします。これはもうポゼッションのところの部分ですよね。なので、ザーゴの得意な部分っていうところの方が、前面に出ていた部分っていうのがあったというところだったと思います。正直な話をするならば。むしろ逆に、その去年良かった時のそのプレスの部分っていうところっていうのは、この前のね、おとといですか、赤澤さんとアクセルさんと海外さんとお呼びして、お話ししていた時のように、ツートップのにしたことによって、ファーストプレスのところがずれていったので、そこから、ちょっと、その強かった時のプレスの連動の仕方であったりとか、その奪いどころの部分であったりだとか、そういったところの部分っていうのは、正直欠けていた部分があったのかなと、いうふうに思うところがありました。ということは、それは鹿島アントラーズというチームとしての考え方と、ザーゴの考え方と、やろうとしているサッカーですね。ここのところに、齟齬があったよ、と見るべきな部分なんでしょう。そこまでは考えたんですけど、その上でお話しするのであれば、ぜひともね、ゲルマガ、ぜひ皆さん購読していただいて、今回のテーマについて書かれてますんで、田中茂さんがね、なのでそちら読んでいただきたいと思うんですけれども、多分、そこまで考えていたっていうところの部分で言えば、合っていたのかなというのも、正直なところでございます。で、
ね、ちょっと待ってね。一応、失礼に当たってしまうので、コメントを渡しておきます。なので、こちらですね。まあ、なので、そういう意味合いで言うと、じゃあ昨年のところを思い出してほしいなと思うんですけど、最初もね、さっき言った4つの変遷がありましたけども、そのうちの一番最初、ザーゴのやりたいサッカー、ポゼッションのサッカーをやっていた時の結果っていうのがどうだったのか、で、首脳陣が求めていたものっていうところでどうだったのかっていうところを考えると、まあやっぱり、どうしてもそこのところがハマっていなかったよっていうところ、まあそれによって、しかもこの自分のサッカーをやっていて勝っているんだったらまだしも、それでまあちょっと今季かなり大きく星を落としている、黒星先行しているよっていうことまで考えると、まあそれに関して言うのであれば、正直しょうがなかったのかなっていう気もします。ただ、まあ皆さんもご存知の通りですけど、ビルドアップに関しては相当向上しました。本当に今までなかったものっていうのが取り入れられました。で、そのおかげで攻撃がしやすくなった。これはもう正直間違いないと思います。で、これに関してはザーゴが来なかったら、間違いなく改善することはなかったでしょう。まあ、もうわかんないよ。他のそのザーゴみたいな監督っていうのを他に連れてきていたら、その可能性っていうのはあったかもしれないけれども、そういう意味では、かなり、ザーゴの功績といいますか、残してくれたものっていうものは、ものすごく大きいですね。で、そのバリエーションも、ビルドアップに関しては多かったと。まあ、センターバックが開いて真ん中にアンカーのような形で、ボランチが一枚落ちてくる、いわゆるサリーダ・デラ・ポルピアーナという形。で、後ろの枚数、相手のプレス枚数に合わせて、後ろの枚数を変更することによって、出しどころを増やす。前から1、その空いたところっていうのは、最前線から降りてきて、ボールを受けてもらうことによって、受けてっていうところも、しっかり作っていく。というような形を作っていましたよと。ここに関してはかなり、本当に、していただいたな、よくしていただいたなっていうところの印象でしたけど、ちょっと待ってくださいね。一回コメント拾えますね。そうです。ローマユニです。ザーゴさんにサイン入れていただいております。こっちだった。見えないね。ザーゴさんにサイン入れていただいたローマユニです。今日、来まいと思ってましたが、今日は来させていただきました。まあそうですね、降格枠4はちらついたところはあるとは思います。まあ15位でガンバが3試合ぐらい、さらに少ない中で、15位ということなので、それはかなり影響は大きいと思いますね。3センターバックの相手にプレスが皆無だった。印象、皆無だったのではなくて、効果的な形を作れなかったって言い方させていただこうかなと思います、個人的には。こんばんは、おつまわりです。にゃかさん、こんばんは、お久しぶりだね。お久しぶりです。ダウン3取り組んだくらいで功績とは言いづらいとは言いますが、それに取り組んだだけの話ではなくって、あ、いいのよ、批判的なコメントが出ても、今日はしょうがない、そういう日だからね。今日はそういう日だから、それはしょうがないと思います。取り組んだだけではなくって、その形はしっかり作ってはいたと思うんで、で、実際問題それで前進できましたし、おそらくあれがなければ、もっと悲惨な結果になっていると思っています、個人的には。なので、後ろからのつなぎというところで言うならば、かなりそこのところに関しては、
功績だと思いますね。3枚だけじゃなくて、ボランチ2枚をそのまま真ん中に下ろして、フォーバックにするような形っていうのも見せているところもありましたし、そういう意味では、で、2枚でね、センターバック2枚でっていうこともありましたし、また犬飼ですとか、町田ですとかが、こう、運ぶプレーであったり、蹴るタイミング、ロングレンジのボールですよね。そちらを入れていくですとか、そういったところも含めて、ボールを前に送るということ、あとはそのボールを前に送るときに、詰まってしまったときに捨てるというところの部分。多分、ポゼション思考ってよく言いますけど、ポゼション思考の中で言ったら、ロングボールなんて本当はナンセンスなんじゃないのかって思うのが、多分日本人の、ポゼション思考の考え方なのかなというふうにも思いますけれども、まあ逆に無理な時はボールを捨てて相手陣でプレーをして、相手陣でボールを奪ってもう一度やり直す。これをすることによって、ポゼションのところを高めていこうというような考え方もあるわけなので、そういったところもしっかり作っていただいた部分っていうのは正直あるのかなというふうには思っています。それもまた、犬飼と町田がそれを知っているというところがあるので、もちろんそれは関川もそうですけど、そこに関しては、残りますから、彼らが知っているということ自体は残りますから、それだけでも大きな功績だと私は思いますね。はい。はい、成人ネギさんおつまわりです。エベラウドが少し乗れていないのが痛いかなと思います。まあそうですね、去年の状況のところから考えると、ツートップにして、そのプレスをしましたよっていうところのところで言えば、エベラウドの方が上田綺世よりもプレスができますから、そういった意味では役割を彼の方に大きく負担させられている部分っていうのは大きいと思いますね。なので彼が点が取れないっていう状況っていうのも、うなずけるところは正直あるというところですね。はい、翼さんおつまわりです。テクニカルスタッフ、コーチ含めて、対戦相手の分析、自分たちの対応など、どれだけ分析力と対応力が相手を上回れたのか、監督だけの問題ではないという感覚がもどかしい印象です。最終決断は監督なので責任はありますが、というふうに、サイパンさんからいただいてますけども。まあそうですね。だから、そのポゼション思考のサッカー、ザーゴのやりたいポゼション思考のサッカーとかっていうところの部分の話で言うならば、選手ができればできるよねっていう話に帰着するところの話ではあるんですけど、これ前ね、どっかのタイミングで例え話でしてたんですが、ランパードがチェルシーで解任されました。レジェンドのね、チェルシーからするとレジェンド監督、OB の監督だったわけなんですけれども、彼が解任されて、元パリ・サンジェルマンにいたトゥヘルが、チェルシーに起用されました。で、その試合を、僕ね、瀬古さんとか、竹内さんとか、獣さんとかと、ケモプレっていう番組でね、獣プレミアという番組で、そのキャスですけど、プレミア見ながらお話をしていくっていう、番組を一応やらせてもらってますんで、その時の試合も見てたんですけど、その時が中3日ぐらいしかなかったんですよ、次の試合のところまで。で、じゃあ、トゥヘルってかなり戦術家です。3バック、3-4-3みたいな感じの形を作ったりとか、して、そこから、トゥヘルの志向するサッカーっていうものの部分、プレスもそうですし、ポゼションの部分もそうですし、いわゆるポジショナルプレーのような形のものを作ってみたりとか、そういうふうにやっているわけなんですけれども、いるべき場所に選手がいて、そこにボールを送っていって、前進していって、最終的に点を取ろうねっていうサッカーでございます。簡単に言えばね。で、それを、いざ、じゃあ、ランパードって別にその、戦術云々かんぬんのところで言えば、あったかなあったかって言ったら、あったわけじゃないんですわ、正直。で、
その中で、まあ、あのパルプンテとかね、言ってたりとかもしてましたけど、私は本当に大変申し訳ないことをしてたなと思っても、僕はもともとそこの時のチェルシー好きだったんで、大変失礼なだなと思いますけど、とかちょっと思ってたんですけど、実際じゃあその中3日でトゥヘルのサッカーがどうなったか、ハマりました。できてました、選手たち。なんでできてたか。それは、その選手たちが基本技術の高さがあったので、こういうところはターンするんだよ。こういうところにいてね、こういうところでこういうプレーをするんだよって言われただけで、止めていける、運ぶ。そういうところのプレーがみんなできる基本技術が揃っているがために、それが中3日でできたんですね。なので、選手の質さえ伴っていれば、どんなサッカーでもできるんです、正直。だから、そこに関しては、非常にもどかしい印象というのも、とてもうなずけるというふうに、個人的には思います。まあ、だからといって、選手が悪いって言ってるわけではなくって、それはそれとして、監督としては、そのいる選手でどういうふうに構築して勝てるチームを作るのか、これも監督の仕事ですんで、そういう意味では、まあ、ザーゴにも非がどうしてもあった部分っていうのはあるのかなっていう気もします。という感じですね。そもそもファイブレーン含めてサイド攻撃の構築が単調すぎる。まあ、ファイブレーンっていう言葉、まあ、皆さんもね、聞いたことあると思いますけれども、まあ、このピッチをね、5分割して、考える考え方なんですけど、これはもう基本的に、そのサッカーを見るときに便利だよってあったり、サッカーをこう語るときに便利だよというものであって、多分もう、お気づきの方っていうのは多いと思いますけど、ファイブレーン理論なんていうのは、もともとの鹿島アントラーズはやってんですよ、正直。ペナ角の取るところとか、そのハーフスペースであったりだとか、そういったところを、抜けていく動きとかっていうのは、そもそも鹿島アントラーズやってるんですよ。新しいものでも何でもなくって。で、ただそのやっていたものっていうものに名前がついていなかったから、それに名前をつけましたよ。で、説明がしやすくなりましたよ。いや、例えばだから、ファイブレーンのハーフスペースにいた選手にボールが渡ってそこからっていう話を、ファイブレーンのところのハーフスペースとかっていう言葉を知ってればそれができるだけの話であって、まあそういうことです。だから、ファイブレーンっていうのは、ただ単純に名前がついて、現象に名前がついているだけのものなので、それ自体が戦術とか、そういうことではないんですよね。だからもちろん、そのファイブレーンっていうものを頭に入ったら、そのファイブレーンっていうものを意識するので、そういうふうに見える。それはそう。それはそうなので、この松俊さんの言っていただいている方っていうのは、とても、言えてるんですけど、まあ、だからサイド攻撃の構築が単調すぎるというところ、まあそうですね。だから最終的に結局サッカーっていうのは点を多く取った方が勝ちなスポーツである以上、今じゃあ現状、どういう攻撃、点を取るためにどういう強みがありますかっていう話をしたときに、エベラウドと上田綺世っていう高さを持っている、クロスに合わせることができる選手たちがいるよ。じゃあ、まずアーリークロスからやっていこうぜって、考えるのは、これは、個人的には別に悪い考えではないと思います。それが監督の考える最善の得点を取る形と定義づけるのであれば、それはそれとして今のチームには合っている正解なのかもしれないですよね、それは。僕らは見ていて、ああ、なんでまた入んないんだということしかわかんないですけど、現状今いる選手たちで、この組み立てをしていった上で、その組み立てがまだか、その、特にファイナルサードのところの部分で言えば、攻撃の組み立てでファイナルサードのところで言えば、そこの部分っていうのはできているわけではないので、
じゃあそこのところで、今こっちの方やってるから、じゃあ最後のところのこのここのとこはじゃあ後でできるけど、この攻撃でなんとかなるよねっていう話になっているのであれば、それはそれとして、間違ってはないことだと思います。まあこれは結果論だとは思うんですよね。まあ結局僕らは結果論でしか、サポーターっていうのは結果論でしか話すことはできないので基本的には。なので結果的にはそのサイド構築、そのサイド攻撃の構築が単調すぎたから、相手に読まれやすくなってしまって得点力が落ちたよ。そこのところでボール奪われる機会が増えたよ。うん、これはもうそれはもうしかりだと思いますね。うん。それはもうそれはしかりだと思います。はい、次、若手思い切って抜擢するところは好きだったんですけどね、まあこれもね、多分物事の考えようの部分なのかなっていう気もしていて、もちろん若手抜擢していただいたし、その若手が活躍したし、とても嬉しいことだったんですけれども、単純に考えると、そのザゴがやりたいサッカーに対してそれができる選手っていうのが若手が多かったのかなっていう、それだけの話かなっていう気はします。だからその若手だ、ベテランだ、中堅だっていうところで物事を考えて、起用するような監督ではないと個人的には思っていて、できる選手を出す。だからそれはだって、じゃあ若手を起用してくださいねって言われたところで自分の首かかってるのに若手ばっか起用している必要なんてないわけじゃないですか。監督だってお金もらってプロで首になりたくなくて、で自分の結果も出したくって、結果を出せば次にステップアップできるわけなんで、でなのにそれなのに若手を使ったっていうところっていうのはおそらく、そこにあの多分利権っていうかその起因する部分っていうのはあったんじゃないのかなとは思いますね。うん。はい、スーパー野菜人さんおつまわりです。即時脱会が去年より、弱くなったように見えます。これはね、多分先ほど話していたその2トップのところにこだわった部分で、ザゴさんの過去のインタビュー、コメント、試合後のインタビューとかコメントとか見ていると、去年の浦和戦ですね、11月の終わりかなにあった浦和戦、あそこのところが、昨年のベストバウトだったっていう風に、ザゴさん捉えていらっしゃってたんですね。なのでおそらくあそこを、あの試合っていうものをベースに、2021年のチームを作りたかったんじゃないのかなっていうふうに思います。ただあの試合は正直あのプレスもハマってましたし、攻撃もハマりましたし、まあ、特にプレスがハマっていたからあんだけ 4-1 ですか、点を取ることができたわけなんですけど、まあ、ああいうふうにうまくいくよねって、彼の中で思っていた部分はあると思いますね。特にメンバーが大きく変わっているわけではないので。ただ、なんだろうな、その、なんでなんだろうね。その、まあ、去年に関しては、まあ何回かレビューのところでお話をさせてもらってたと思うんですけど、去年のところに関してはセンターライン付近のサイドのところが奪いどころになっていたので、内切りから外切りになっていって、そこでボールを奪ったところから中央に出して薄くなって、そのスライドしていて、みんなが相手選手も薄くなっているところに、連れてきて薄くなったところの後ろだったり横だったりに出してから逆サイドのところから攻撃っていうような形っていうのを作れていたんですけど、今年取り組んだのが逆に外側を切ることによって内側に誘導し、サイドハーフがプレスバックをしながら内側に誘導していってボランチのところでボールを奪うっていうような形を、作っていたですね。まあ、それがうまくいってた試合もあったんですけど、よりそのセンターラインよりも前でボランチがボールを奪える機会があるっていう試合もあったんですけど、今季。
で、まあ、そこからサイドに直接出していけば、より早く攻撃につながるよねっていうところっていうのは確かに理解はできるし、両サイドも使えるし、大きな幅を使うことができるということで言えば、まあ、それに関しては理解はできるんですけど、そういう意味では、ちょっと、なんて言うんですかね。ちょっと、じゃあそしたらって考えると、去年の浦和戦のところと、じゃあイコールなのかって言ったら、イコールじゃないんじゃないのみたいなところっていうのは出てくるのも確かですね。で、あの時考えるとやっぱり山本修斗であったり小泉慶であったりっていうサイドバックのところに強み、その守備の強み、前に出て取るっていうそのサイドの強みっていうのもあったところでの、あそこの位置での、位置取りでのボールの奪うっていうところもあったので、まあ、その辺もまあ多少なりともあるのかなと思いますし、まあ、サイドバックがちょっと負担でかすぎるので、そういった意味ではそこのところの、負担を減らしに行ったと捉えるところもあるのかなっていうような気はします。はい。選手の特性とザコさんのサッカーが噛み合わないきらなかった印象です。特に今のセンターバック陣は360度広範囲守られる、ある程度180度に施術してもらったのが生きるみたいなパターンが各ポジションで起こっていたような、編成にも課題があったように思うということですね。そうですね。ただ、センターバック陣は360度守らなきゃいけないですからね。元より、真ん中のポジションなので。はい。じゃあ、背後を誰が守るの？キーパーが守るのかって言ったら、それは無理な話なので、センターバックが180度に集中してもらうということっていうのは、おそらくできないです。むしろ逆にその真ん中のそのボランチのところにボールを集めていって、そこで抜けてきた選手に対して前で当たって、センターバック当たっていってほしいから、ラインを高くしといてほしいっていう設定をしていたからこそ、今季関川であったり犬飼であったりが退場をする、その後ろ向きで相手を止めなければならないシーンっていうところが増えたわけですし、PK も増えている。これも、そういうところに原因が依存していると思います。で、去年に関してはどちらかといえば、ペナルティーエリアのところまで引きずり込んででも、相手のところをサイド攻撃に持ち込ませて、そこで一回オフサイドトラップをかけることによって、またこう、まあ、こう、事なきを得るじゃないですけど、っていうような守備っていうのが見えていたので、そういう意味では、むしろ今季の方が、前180度に集中という意味では、むしろ今期の方がそちらの方にベクトルは向いていたように思います。なので、まあ、だから余計に守備連動がどうしても必要で、そこの連動の強度もどうしても必要だったので、まあ、泉の怪我は相当痛かったですし、そういう意味では。なので、まあその辺のところで不運っていうのは正直あったかな、とも思います。はい。はい。ランタンゴールドさんね、スタッフが残ったのは賛否両論ですね。まあ賛否両論というか契約なのでね。はい。おそらくそういうことだと思います。契約だと思います。まあどの範囲までザーゴがやっていて、どの範囲までギレルメとかがやっていたとかっていうことっていうのは特に表には出てきてないんであれですけど、まあ僕が昔その去年とか練習見に行った時の段階では、全ての練習をザーゴが教えているように見えていたので、そういう意味では、例えば相馬さんの参謀になるとかっていうことにはつながらない気はしないでもないですけれども、それでもフィジカルコーチも、そのアナリストに入っているコーチもとても優秀なので、そういった意味では、継続してくれることは嬉しいことかなっていう気もしますね。はい。あ、でもトップコーチも一人入ってたもんね。そういった意味では参謀もいるのか。3人いたもんね。
ということには思いました。はい。得点後の失点後が自分には目立って見えました。安定したディフェンスリーダーのような選手を獲得した方がいいのではないかと思っています。安定したディフェンスリーダーで、かつビルドアップができて、かつ対人に強いセンターバックっていうのが今日本にどのぐらいいるのか、じゃあ世界にどのぐらいいるのかっていうところの話で言うと、ものすごくお金がかかります。どっちかに振っている選手で、おそらく変えるのはギリギリ。この全てのものを兼ね備えるのは、買ってくるのは、探すのは相当至難の業ですし、今、世界的にセンターバック不足って言われています。なので、こういうことができてしまう選手っていうのは、簡単にヨーロッパに行ってしまう傾向にあるので、そういった意味では、かなりミッションとしては重いです。じゃあ日本にいるのかって言われたら、冨安ぐらいじゃないですか。あとは中村優太を、中村じゃ、中山優太をセンターバックするとか、とかじゃないですか。あとは吉田麻也がどのぐらいの金額で来てくれるかとかっていうところに帰着していく部分だと思いますんで、相当な金額と覚悟とそういったものが必要になるので、もちろんね、そういった選手が欲しい、これは本当にその通りなんですけど、現実見るとなかなか難しい部分っていうのは正直あるかなっていうふうにも思いますね。はい。じゃあなんで奈良出したのっていう話にもなると思いますし、はい、と思います。あら、ゆきおさん、おつまわりです。山下さんもおつまわりです。そうです。ザゴの日だから、ザゴのサインの入ったローマユニ着てます。はい、次。YK さんね。はい。監督が求めたものに選手が100%応えきれてなかった、現有戦力で勝てるチームを作れなかったのがザゴということですね。まあ、そういうことだと思います。双方に良くなかったと思いますし、ちょっと先ほどのところの部分で言って、プレスサッカーをしようねという中で、じゃあ、ピトゥカとカイキを取ったところにも、まあ、ちょっと確かにね、実際鹿島アントラーズに入ってみて、どういうプレーをするのか見てないんで、何とも言いようがないじゃないんですけど、そういう意味では、ピトゥカとカイキは、強化部のリクエストの、そのプレスサッカーのところに、当てはまる選手なのかな。むしろザーゴの言っているポゼッションの方のサッカーをするための選手なんじゃないのかなって気はするんですよ。なので、じゃあもし仮にプレスのところで言うんであれば、もう少しサイドハーフのところの補強っていうのは、日本人選手でも必要だったんじゃないのかなって思いますし、サイドバックのところもそういう選手だったらいると思うんですよね。例えば、三つ丸なんかこの間の柏戦でとてもいいプレーしてくれちゃったりとかしてましたけど、彼とかもそうですし、例えばじゃあ数年前の話で言うなら山根もそうだと思いますし、そういった意味ではサイドバックに関しては、国内にはそういうところに対象に当てはまるような選手っていうのはいると思うんで、なんかそこのところ取り揃えてあげられなかったんかなって、どこのところにベクトル向いてピトゥカとカイキ選んだんだろうなっていう気はちょっとしてますが、もうザーゴのサッカーの中でピトゥカとカイキを見ることができないので、それの整合性っていうのは一切取れませんので、もうあとは、相馬さんが彼らをどういうふうに使うのかを見るしかないっていうところですね。いまいち、調子の上がらないエベラードを使い続けて、結果を出して、上田綺世を下げたりして理解できないところが気になりました。多分、上田綺世は怪我明けでコンディションのところ気になったりとか、続けて起用したい部分っていうのがあって、で、やっぱちょっと怪我がちなところっていうのが、彼が、そのザーゴがね、就任してから上田綺世ありましたから、そういった意味では慎重に起用が慎重になってしまうっていうのはあるっていうのは、理解していただいた方がいいところじゃないかなっていう気もしますんで、それは、ザーゴのエラーじゃない気はしますね、個人的には。で、かつ、去年の得点王のエベラウドっていうところを、得点が欲しいときに、じゃあ下げるのかって言ったら、
それも下げづらいっていうのも監督心理だと個人的には思いますんで、まあ、これもまた仕方がない部分っていうのはいろんなところから考えるとあるのかなって思いますね。はい。快速フォワードみたいな人をの獲得を考えたらもっと攻撃の手口が増えると思います。多分今、必要なのは攻撃の手口の方ではなくって、まあ、足の速いフォワードを取るという意味であればプレスの部分のところに作用させていくところが必要だと思いますし、逆に短期で走れるそういうフォワードがいるとなると、それに対して連動できるような能力を持ったサイドハーフ、センターハーフがどうしても必要になってきてしまいますんで、今どちらかというともしかするとですけど、会期がそういった役割のフォワードとして見られている可能性っていうのはあると思っていて、なので、まあ、攻撃の手口というよりは、まあ、多分裏抜けのところのお話されたいのかなっていう気はしますけど、裏抜けのところで言えば上田綺世の動き出しさえ見ていればそれは全然問題ないところでありますし、それこそ土井翔馬もそうだし、泉が戻ってくれば泉もそうなんですけど、裏抜けができる人材っていうのはいるんですよ。そこは足の速さではなくている場所とタイミングと、っていうところの問題になってきますんで、正直あとはもう蹴る側の問題っていうところにもなってきますんで、じゃあ例えば今鹿島アントラーズに前田大然がいれば、全て勝っていたのかっていうふうに考えたら、まあ、そうじゃないと思うんですよ。逆にプレス連動のところはかなりバラッバラになると思うんで、あれはマリノスがうまくやってるだけの話なんでね。そういう意味で言えば、まあ、会期はそこの一人に入ってもおかしくないんじゃないのかな。そういう意味での獲得っていうことも考えられてるんじゃないのかなとも思いますし、まあ、攻撃もそうですけど、プレスのところにも作用してくる選手じゃないかなっていう気はしますね。ただの和式じゃないと思うよ、ソウル君。多分もう、和式じゃないところの部分っていうのは少なくともビルドアップのところに残っている鹿島アントラーズが残ってくるから、ただの和式ではないと思う。はい、ボリズマンさんおつまわりです。関さんもおつまわりです。タケルさんおつまわりです。ごめんね、全然今日コメントが間に合ってないけど、今日は多分、10時まではやるから、お許しを。相馬監督が就任します。相馬監督の話、この後半でしますね。はい、柳町さんおつまわりです。ザーゴサッカーはアントラーズに合ってなかったような気がする。まあ、これは結果論ですからね。勝っていましたから、そういう意味では結果論だと思います。継続できなかったのはフロントの判断なので、ザーゴのせいじゃないですかね。そこに関してはね。ゴールキック、センターバック、サイドバック、センターバックにつないでいくんですけど、いつもそこが読まれていて詰まっていましたね。そこから前に行かないので、いつももったいないと思っていました。それは、なんだろう、ゴールキーパーとサイドバックとセンターバックに問題があると思っているのか、それとも、その1個の、前の選手のところとか、それより前のところの問題があるのかな、とかっていうところではどうなのかなと思うんですけど、まあ、変な話、ピトゥカが来てれば、その辺は、解決できた部分っていうのいっぱいあると思いますし、土井翔馬が負傷してなければ、泉が負傷してなければ、まあ、たらればでしかないですけど、そういう意味では、そういうことができる選手っていうのも揃っていたことは事実で、まあ、そこに関しては不運な部分もあったけれども、ただ、元を正せば、それを、その質の問題で片付けない、個人戦術、独人性の部分で片付けないために、呼んだはず、ではあるので、そういったところで言えば、まあ確かにエラーだったのかなというふうに思いますね。うん。北京国安のキム・ミンジャー、だからいくらかかるのよ、それ。いくらかかるのよ。クラスはわかるんだけど、いくらかかるのよ。それが買えるのかどうかって問題でしょ、そこがね。ゆっくり組み立てて、相馬監督がボールにこだわる、鹿島こだわる、多分ですけど、相馬さんに求められるものっていうのは、強化部が求められるものがそのまま求められると思うので、おそらく前からのプレスからのショートカウンターと、この下のね、改めてクラブはザーゴに何を求めていたのかっていうところもそうですけど、一緒にこれ話しますけど、
これはもう去年のところの時点で報道に出てたので、この話はしますけど、プレスをかける、ショートそこからボールを即時奪回して二次攻撃三次攻撃にもつなげる、ショートカウンターもする、こういうサッカーっていうのを強化部はザーゴに求めていたと。でザーゴはそういうゲーゲンプレスだとかそういうことに精通しているラングニック派閥、いわゆるラングニック派閥と言われているレッドブルグループの中に入っていて、そういうサッカーをやっていましたよね、だからそういうことできるでしょっていうことで、クラブはザーゴを連れてきたけれども、ザーゴが本当に志向しているサッカーはポゼッションサッカーだったっていうことですね。うん、そういうことです。奈良の呼び戻しはできないのでしょうか。まあ僕はちょっとわかんないですけど、それは契約のことなので、それは柿田もそうですし、奈良もそうだと思うんですけど、契約のことなんでわかんないですけど、もし、呼び戻すことができるんだったら戻すことはできると思いますが、もし仮に呼び戻した場合、もう二度とレンタルで、鹿島アントラーズから、簡単に移籍することができなくなってしまう。と思いますし、取る側も嫌だなって思って取ることになっちゃうと思うんで、それは、相互のところの部分とかっていう関係性のところで言うとあんまり得策ではないと思いますね。ザーゴは荒木を育てました。そうですね。はい。安井さんおつまわりです。当然の結果、まあ当然の結果だと思う方もいらっしゃるでしょうね。はい。しもさんどうもおつまわりです。ザーゴ会にびっくりしました。僕もびっくりしていてちょっと困惑している次第でございます。カイオはレアンドロペドロのいた時代が好きだったな。そうっすね。そういうまあ各々に好きな時代はあると思いますね。ちょっと待って、なんかね、待ってバグってる。はいはい、ケンタロウさんおつまわりです。相馬新監督が次の監督まで中継ぎできない役割の、まあ、とりあえず暫定監督じゃないんで、勝ち続ければそのまんまっていうことになるんじゃないかなと思います。ザーゴの路線を突き詰めてほしいですね。相馬さんにはリアクションサッカーをやるとなるとセンターバックはこれまた問題になってきそう。そうですね。センターバックの強度が低い、これは多分繰り返し守備の部分ですね。守備のスペシャリストじゃないので彼らはどちらかといえばビルドアップっていうところの部分っていうのが重要になってくるところのセンターバックっていう風に捉えた方がいいと思うので、今までのところを考えるとね。なのでそういった意味では確かにその通りだと思いますね。まあ、相馬さんに関してはもうちょっとしたら後半でになったら話します。まあもうそこの細かいところ、こういうね展開がどうとかっていう話をしたところでもう結果は返ってこないんで、帰ってこないし、ザーゴも帰ってこないし、もう相馬さんと次の徳島戦を戦わなきゃいけないっていうことになってるので、まあ、こういうとこ細かいところがどうこうっていうよりはっていうとこですね。ただまあ鬼木監督ですね、鹿島アントラーズ出身の川崎フロンターレの監督の鬼木さんがこの5枚交代のところに対応してしっかりとしたマネジメントというか、まあ、戦略のもとにサッカーをやっていることによって16人でしっかり、まあ、その試合をコーディネートできているところを考えると、そういった意味ではザーゴの部分では足りなかった部分かなとも思いますが、ただ5人交代っていうのは正直イレギュラーなことなので、あれは鬼木さんがすごい正直あれは鬼さんがすごいで、かつその層があるっていう川崎フロンターレがすごいっていう風に捉えた方がいいかもしれないですね。はい、中原さんおつまわりです。置いてかれてるのは自分たちなので一緒にしないでください。はい、三島鹿さんおつまわりです。僕は合ってると思います。アイヤマンさんおつまわりです。アイモーちゃんおつまわりです。ザーゴになって良かった点も、かなりあったと思うんで、相馬さんのサッカーチーム作りがどのように参加するのかということでいただきました。ありがとうございます、ポリスマンさん。いつもありがとうございます。もう上のスパチャが消えちゃったじゃん、うっしーしーってやってくれてるのにごめんなさい、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。クリスマスありがとうございます。名古屋が風間サッカーのベースに上乗せでマッシモが守備整理してるのを考えたら、ザーゴの遺産プラス相馬サッカー割と怖いと思いました。キミンジは、フットボールマネージャーで横、まあゲームと違うからあれだけど、分かんないけどっていうところはあるけど、まあ、でも高い選手だと思いますね。うん。きっとそういう選手であれば。ただ、相馬さんのサッカーが守備的かどうかっていうところの話だと思いますよ、そこは。うん。
はい、佐々木ちゃんさん、おつまわりです。はい、しもさん来てるよ。レッドブル系で結果を出したブラジル人監督を求めていたのであって、そうっすね、そういうことですね。だからもう、ある意味で言うならば、もう、そのブラジル人監督にこだわる必要がないのかもしれないですよね。はい、ソウル君どうも、ということでね、リラックマーズの面々が来ていただいてます。去年は結果出ている時期もありましたが、なかなかザーゴのサッカー島はプレー面でもその他でも月がないなというシーンが多かったと思いました。ザーゴに幸あれ。まあそうね、そもそもコロナから始まっているので、正直そういった意味では不運だったと思います。個人的には、震災がなければカルロンは得点王になっていたって思っているくらいの人間なので、そういう月があるないみたいなものっていうのもあると思いますけど、だからそういった意味ではとても不運な部分っていうのはとても多かったのかな。今回のね、ピとかカイキが、その、来れないこととかもそうですけど、も含めて、まあ不運だった部分っていうのは非常に多かったのかな、というような気はしますね。はい。須藤選手とかは試合に出ないんですか？まあ出ないということはそのレベルに達していないっていうことって思った方がいいと思います。なんか結構こういう時って、その出てない選手にものすごい期待が大きくなっちゃって、出てる選手が下げられて、出てない選手が上げられるみたいな傾向ってすごいあるんですけど、基本的に僕らより現場の人間の方が見ているので、起用される人間の方ができているから起用されているケースの方が多いので、例えばね、どこのチーム、どこの関西のチームとは言わないですけど、どこの関西のチームみたいに試合前にファックスで、オーナーから、例えばこういう選手を使いなさいとかって言われてるっていうような状況は鹿島アントラーズはほぼないと思って考えていいと思うので、そういう意味では、そのレベルに達しているか達していないかっていうところで判断はそこではされていると思いますんで、そういった意味ではまあしょうがないと思います。はい。悲しいけどこれからの鹿島を応援するのみです。ザンホさんのインスタを見ると切ないですね。愛情を感じました。あの人はすごく鹿島アントラーズのこと好きだったと思いますね。本当に。スンテをもう一度守備の連携を取るためにスンテを見てみたい。だこれも一緒の話ですよね。オキが鹿島アントラーズにもたらした、そのザーゴサッカーにおいてオキが鹿島アントラーズにもたらしたプラス要素っていうのを、その忘れてしまって、結局そのスンテのあの時のっていうことを考えてっていうことになってしまうっていうところなので、個人的には僕はオキは使い続けられるべきだと思いますし、どんだけ札幌戦で僕らはオキに救ってもらったんだ、その守備の部分でも救ってもらったんだっていう話なわけなので、そこは無視してお話しできない部分かなと正直思いますし、まあもちろんそれは新しい監督になりますんで、その監督のその趣味思考のところの部分でもしかしたらスンテがもう一回返り咲く可能性もありますし、まだオキが起用される可能性もありますし、それは、相馬さんが今週末徳島戦で誰を選ぶか、そこに帰着する部分かなと思います。クラブはレッドブル系統、さっきのやつね、ザーゴのことをするにはコロナも含み様々な困難があったんだろうなと思いましたということですね。そういうことですね。だと思います。本当に。だから大変だったと思いますよ。いろいろ。だって、その、お母様が亡くなられたのに帰られなかったんだよ。帰れなかったんだよ、コロナで。そんな悲しいことある？その中でもさ、ずっと鹿島に愛情を持ってくれて、で残ってくれて、勝つためにこだわってくれたわけなんだから、そんな愛すべき監督いないですよね、正直。と思います。本当に感謝しかないです。こんな状況でねやってくれたんでね。もうブラジル人監督にこだわるのは限界のようにも感じます。ヨーロッパ出身の監督も考えないと難しい。まあこだわるならそうでしょうね。その変えるとか、その立て直しとかって、そういうところに関して、考えるのであればそうだと思いますね。じゃあスパーズに行くでしょうよ。それは鹿島には来ないでしょうよ。Jリーグには来ないでしょうよ。ジーコさんって監督できないんですか？ジーコさんは監督できるライセンスは持ってるはずですけど、
ジーコさんに監督してもらう理由がないので、別にジーコじゃなくていいんじゃないかなと思います。監督のブラジル路線はいつまで続けるのか疑問。ジーコさん自体は監督としてはリアクションサッカー志向だからな。まあね、なんか、なんだろうね、その、やっぱ、ファンタジスタ気質というか、そのテクニカルなサッカーを現役時代にやってた方って、何でか分かんないけど、その監督になると固い印象のサッカーをされますよね。何なんだろうね。でさ、逆にディフェンダー出身の人がさ、すげえ攻撃的なさ、こうポジティブなサッカーやったりとかさ、なんか、あるじゃん。なんて、なんでなんだろうね、あれってね。よくわかんないんだけど。なんか、まあ、自分が現役時にやれなかったことをやってみたくなっちゃったりとか、そういうことなのかもしんないし、よくわかんないんだけど、なんか面白いよね、そういうのってね。うん。そういうような気はするわ、本当に。そうそう、出てない選手には出てない選手の理由がある。あんたんとこの話や、それは。それはあんたんとこの話や。これは、ディスコードでやれ。選手、監督、両方ともヨーロッパの選手を補強考えると、最初はポルトガル語の話せるポルトガル人でもいいのかなと、個人的にはドイツ人監督が見たいですけれども、まあそうですね、ドイツ人監督は見たいですけど、そのブラジルとドイツって、やっぱサッカー的には、ね、とてもライバル関係にあるので、その辺をどういうふうに、考えられるかどうかっていうところはあるかなっていう気はしますけど、まあもちろんそのポルトガル人監督っていうところでも、例えばアンドレ・ビアスボラスであったりだとか、モーリニョだったりだとか、あとはあの人ですね、なんだっけ、フラメンゴ率いてた人、ジェズス監督とか、まあ優秀な方もいらっしゃいますんで、そういう意味ではそこもありだと思いますし、最近で言うとアルゼンチンの監督も非常に多いですよね。ただドイツ、アルゼンチンをブラジル志向のクラブに呼ぶのかどうかっていうところは問題ではありますが、まあそうはいってもヨーロッパでもね、そこの国籍関係なくクラブではやってるわけなので、まあ文化的にどうなのかみたいなところはありますけど、その辺は、まあ、いろいろ考えた方がいい気はしますね。はい。なんかこれはね、記事出てたような気がする。うん。カジマらしさっていやらしさ、いわば結果を出し続けるところだと外野から見てるから結果が出てないのは一番わかんのだろうな、まあ、外からね、見ていただいた感想だと思うんですけど、いや実際問題、僕らの方がカジマらしさってなんだろうって思いますからね、正直。カジマらしさって何なんだろうな、本当に。俺もわかんないんですよ。だからあんまりカジマらしいねとかって僕はあんまり言いたくなくって、その時の鹿島アントラーズで、その時に勝ってる鹿島アントラーズが鹿島アントラーズであって、チームは違うんでね。ただその根底として練習に取り組む姿勢であったりだとか、試合に取り組む姿勢であったりだとか、そのチームが勝つためが第一っていうことが、全ての仕事がそれで動いていることとか、そういうことっていうのが鹿島らしさであって、ピッチ上で何かをすることっていうのが鹿島らしさじゃないんじゃないのかなっていうような結論には、最近こうちょっとこう帰着してきてる部分的なところはあるかなっていう気はしますかね。はい、ありがとうございます。長田選手と濃厚接触者が新型コロナの影響で、まあそれは多分今回の解任には関係ない、影響してないと思いますんで、まあ今期 ACL 出てたらもうちょっとしんどかったかなっていう気もするのでね、はい、と思いますけどね。代表選手が見ない自分が鹿島にどっぷり興味を持つ昨シーズンから毎週見てただけに、ザーゴ監督の鹿島を見続けたかった。ありがとうございます。鹿島新しく鹿島アントラーズのファンになっていただいて本当にありがとうございます。なんか嬉しいですね、こういう声聞けるのはとても嬉しいです。新しくこうどん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 ね、ファンになってくれる人が増えるのも、もちろんオールドファンと出会って昔の話をするっていうのもとても嬉しいことなんですけど、やっぱこうやって新しくファンになりましたって言ってくれる人が増えることの方が嬉しいことなので、
なんか今回のそのザーゴ監督解任っていうことをネガティブに捉えすぎずに、今後もその鹿島アントラーズっていうクラブをぜひ追ってほしいなと思います。僕らただで転ぶそのチームじゃないんで、それはもう、それも鹿島らしさかもしれないけど、ダメだ、なんかちょっとこの話してきたら泣けしちゃった。大丈夫。だから、頑張ろう。だから、引き続き応援してくれたら嬉しいなと思います。一緒に。一緒に戦いましょう。いや、そんなことないのよ。僕も勝手なこと言ってるだけだからね。これが全部正解じゃないかもしれないからね。気をつけてね。沖も含めて若手を使ってくれたザーゴには感謝、本当に僕は感謝だと思います。岩政監督だったら面白いと思うけど、もう俺、岩政さんが監督になって、岩政さんが解任になるとこ見たくねえわ。辞めるとこ見たくねえわ。これは相馬さんもそうなんだけど、やっぱ嫌だわ。そういうのは。でも、もうこうなったからには腹くくって、応援するしかないし、もし岩政さんが監督になったら、それはそれで腹くくって応援するしかないから、それはするけど、面白いとは思うけど、個人的には、戻ってきても欲しいけど、首にはなってほしくない。わがままなんだよ、サポーターなんてのはさ、基本的にはさ。監督は、まあ、ないものねだりでもゼロではないからな。お集まりです。ヨタンさん、お集まりです。サーゴさん、ありがとうございました。本当にね、ありがとうございましたの一言だけですよね。かつては岩政監督はいずれ見てみたい。僕はね、ちょっとその辺がちょっと及び腰ですね。石井さんと岩さんの別れがきつすぎた。ちょっときつすぎた。なんか、カウントダウンが始まるわけではないけれども、お別れに向かって応援していくのか、まあ、そうじゃないんだけどさ。でもどうしてもそこが頭の後ろにちらつくじゃん。なんかそれがすごくちょっとやっぱ気まずくなってきちゃったな、気分的にはって感じですかね。リーグ優勝できたら、まあ、あと全勝すれば優勝ですからね。ポンってやったかった。全勝すれば優勝です。頑張りましょう。お疲れ様です。また来てね、後でね。お巡りの悪口言ってないんだわ。これからのアントラーズで期待の選手は誰ですか？まずは全員ですね。まずは全員ですね。それこそ。もうこうなったからには選手も腹くくんなきゃいけないはずなんで。やないとね、相馬さんもクビになっちゃうんで。それこそ僕ら本当にショックでどうしようもなくなっちゃうんで。そこはやってもらうしかないですね。解説の人が勝者のメンタリティとか結構連呼してそれで表現しているだけで、逆に戸田さんなんかはしっかり言語化してくれている。まあそういうことだと思いますね。サッカーにはね、ありますけどいろいろ。要素はいろいろありますけど、まあその鹿島らしさというものがピッチ内で表現されてるとして、それが、もし仮に伝統的に、それが、継承されていないというふうにされるのであれば、もうこれ以上鹿島アントラーズ強くならないことになっちゃいますからね。例えば、大岩さんであったり、石井さんであったりっていう、鹿島アントラーズの魂を持っていた監督が解任されてるわけですよ。鹿島アントラーズでは。ということは、その人たちは鹿島らしさを取り戻せなかったわけですよね。って捉えるのであれば、って捉えるのであればですよ。仮にだよ、仮に。そしたらもう鹿島アントラーズってどうやれば鹿島らしさを取り戻せるのって話になっちゃうんで、ジーコも来ててね。そしたら、それこそもう鹿島らしさっていうところに、勝てない理由をつけていると、今の現状を考えると、もう二度と鹿島アントラーズは勝てないことになっちゃうんで、僕はそこに、対してプライオリティを置いて理由付けしたくないです。はい。勝ってほしいから。
鹿島なりのポゼッションサッカーを追求する路線は追求してほしい。そもそもポゼッションサッカーは、強化部望んでないんですよ。なので、そこからちょっと違うんですよね。だから考え方がね。原点回帰とか幻想を持ってリアクションサッカーを選択しないでほしい。まあどうなるかわかんないですけどね。ちょっと見てみないとわかんないですけど、ただ、少なくともビルドアップっていうところっていうのは根付かせてもらったので、その部分はもう必ずプラスとして持つ部分っていうのはありますんで、まあそのところにじゃああとどういうふうに相馬さんのこの今思っているものっていうのを体現してくれるかどうかっていうことだと思います。勝つために対してね。勝つためというところに対して。お母様の不法事も帰国をせずに仕事をしてくれたプロフェッショナル、ザーコには感謝しかない。個人的にはザーコサッカーは観戦記は見てみなかったと。ありがとうございます。僕も本当にそこには感謝しかないですし、僕も観戦記見てみたかったです。レジェンド監督反対派です。僕も反対派です。相馬監督、ちょっとこの後しますね。もうちょっとで、ってかもう1時間5分になっちゃった。そろそろ切り替えますか。OB 監督、やっぱ辛い。OB 監督見たくない。鹿島らしさとは勝負にこだわるってことじゃないでしょうか。ジーコのズバ吐きに代表でしょう。ジー、あの、勝負にこだわらないプロ選手はいないって思ってるんで、特に J1 リーグには。だからその気持ちとかっていうところに帰着したくないです、個人的には。今後できれば OB 監督は遠慮したい。ハッピーエンドじゃないと思う。フロンターレに勝てると思いますが、次の徳島戦見てみなきゃ分かんないですね。七海さんが叩かれてるのとか、もう、そりゃそうよ。本当に。ヨーロッパの監督はなくはないと思いますよ。分かんないけど、どうするかは。常勝軍団って言われてるのが、違和感がある。常に挑戦者である常勝軍団だったし。なるほど、うまいこと言いますね。いい言葉だと思います。鹿島らしさって過去の栄光の幻想を求めているような言葉を聞いています。それもそう思う、僕はね。ああ、たけしさんもつまわり、たけしさんもつまわり。ということで、一回切り替えます。その監督についてお話ししていきましょう。まあ、無念もね、含めて、いろいろお話しすれば、もう、ザンゴ監督についてもお話は本当尽きないですし、個人的にももっと見たい監督だったんで、本当に心苦しいですし、申し訳ない気持ちでもいっぱいですし、もっと、一緒に戦いたかったなっていう気持ちですし、本当にそのお母様の件も含めてですけど、その他のところでも、街中で会った時にね、深々とお辞儀をしていただいたりだとか、これのね、サインも、まだ当時はコロナ禍じゃなかったので、ファンサービスもしていただけて、お話しすることもできたっていう時期があったんですけど、その時にザンゴさんにお会いした時も、本当に日本語で気さくに、こんにちは、ありがとうございますって言ってくれて、サインしていただいた時に、これを出した時に、お、ローマって言って喜んでくれたりとか、そういうエピソードとかもね、あるんで、多分今回、鹿島に泣いてねえなと思ってる人いると思いますけど、かなりもう泣き終わった後 ではある。もう今もちょっと泣けてきてるけど、くらいちょっと本当にね、良い監督だったと思ってるんで、で、僕なんかみたいに戦術的に思考している人からすると、とても期待が高い。思考も高い、論理的ですごく分かりやすくて面白いサッカーしていただいて、本当に感謝しかないので、それこそ、そのね、さっきも言ったけど、お母様の件もそうだし、そういった意味で本当に鹿島アントラーズのために戦ってくれて、本当に嬉しかったと思います。まあ、本当に結果が出なかっただけっていうことだと思うんで、まあ、ちょっとね、いろいろとね、確かにさっきまで話してたように、まあ、もちろんこういうこともあっただろうし、こういうこともできただろうしっていうこともありますけど、まあそういった中でも、それでもやっぱり携わっていただいて、一緒に戦えたことっていうのは非常に嬉しかったですし、本当に感謝したいと思います。ありがとうございました。ちょっと申し上げとるわ。ありがとうございました。お風呂上がりだからボサボサだけど、ありがとうございました。というところで、ちょっと今日はね、ここでザーコの話は終わるんですけど、続いて、まあ相馬さんについてちょっとお話ししていきたいなと思います。このフォントが気持ち悪いな。
漢字になると余計にこのフォントが気持ち悪い。あ、うん、なんでだ？こっちのさ、撮ってる側のフォントとさ、こっちのさ、YouTube に映ってる側のフォントが違うんだけど、なんでだこれ。気持ち悪いな。こっちの YouTube の側に映ってる方のフォントが気持ち悪いわ。まあ、それはいいや、置いといて。というところで、はい、成人年議さん、徳島戦勝ちましょう。そうですね。はい、ケスピザルさん、おつまわりです。ザコさんがもういなくなったので、相馬監督でみんなで鹿島アントラーズ応援しましょう。前向いていきましょう。相馬さん、圧縮プレスして奪って速攻と聞きました。 J2 だから思い切った戦術らしいのですが、 J1 でも通用するのでしょうか、ということで話が来ました。待って、ごめん、これ残しておくわ。やっぱそうっすね。相馬さんのところで言うならば、もう僕が今一番印象に残っているのは、まあ、その前プレのところと、その横スライドのところの圧縮ってやつですね。いわゆる。だから、まあ、ちょっとだけ動かしますけど、まあ、プレスをしてから相手の選手を、まあ、こっちに閉じ込めようねっていうことなんですけど、こういう感じでね。ごめん、ちょっと今日は並びとか急にやるからあれなんだけど、まあ、こういう感じで極端に言うと、縦横をコンパクトにして、縦横のところをコンパクトにして、中に自分たちの中にいる相手の選手よりも自分たちの方が多くしようっていうことの部分ですよね。うん、まあ、こういうところの、その、まあ、いわゆるスライドとかって言われているところの部分で、まあ、ボールを奪って、そこからショートカウンターっていう、形っていうのが、僕の中で一番印象に残っているサッカーで、まあ、その次の年のところに関しては、マチゼルビアのタナライフさんとかのブログとか、まあ、喋ってる内容とか、リングさんとか、そういう人たちの喋ってる内容のところとか、当時読んでましたけど、そういう意味で言うならば、その次の年、2019年にやったサッカーみたいなところっていうのは、どうも、まあ、ポジションサッカーになっていくわけなんですが、どうも彼の志向しているサッカーではないぞっていうような印象があったっていうふうに、タナライフさんとかはおっしゃってました。今日ツイッターで見かけた感じでは。なので、まあ、おそらく彼の志向するサッカーっていうのは、この今、ヨータンさんが言っていただいている圧縮プレス速攻っていうところの部分が、まあ、彼の志向するサッカーの部分になっていくのではないかっていうことの部分で言うのであれば、まあ、そこにさらにビルドアップがザーゴのところから引き継いだ上に、その、強化部がやってほしいプレスサッカーっていうところっていうのを、仕込めるのであれば、まあ、その、変な話、強化部が求めているサッカーに近づくんじゃねえのっていう気はします。がよ。相馬さんがヘッドコーチにいたのに、なぜそのサッカーができなかったのかっていうところには、一回目を向けなければならない部分かなと思います。逆に言えばね。うん。まあ、それはザーゴがそうしなかったからっていうように帰着してしまうのであれば、彼を悪者にしてしまうのであれば、そういう言い方ができるとは思いますけど、ただ、でもそれを強化部はやってほしかった。で、相馬さんもそのサッカーを今まで、やったことがある。知っている。のにもかかわらず、そこに行かなかった理由ってのは何なんだろうねっていうところは、一回置いといて考えなきゃいけない部分なのかなと思う。もう一回持ってきて考えなきゃいけない部分かなと思う。今考えるべき部分としては。うん。で、かつ、まあまあ、今回のところで言えば、このプレスの部分だったりとかっていうところに関しては、まあ、強化部が望んで、去年望んでいるよと言っていた部分、記事として言っていた部分の中にある、まあもちろんその文脈としてキーワードとして当てはまってくる部分なので、縦横をコンパクトネスにしてボールを奪ってっていうことで言うのであれば、それはそうなんですけど、じゃあそれだけの選手層は揃っているのかとか、もちろんそれって編成の内容で言ったら、僕さっき言いましたけど、ザーゴのところで言うなら、ポゼッションサッカーのところに重点を置いたような編成がされてるんじゃないのかっていう気はするので、正直。じゃあ果たしてそのメンバーでそれをやりきれるのかどうかっていうところっていうのは、ちょっと、まあ、
おいおい見ていかなければならない部分だと思いますし、あとは逆に、監督が変わったから急にサッカーが変わりますっていうこと自体がそもそも鹿島アントラーズが今この場所で望むことなのかとか、なんかいろんなものをちょっと今回考えながら見ていかなきゃいけない部分っていうのが多すぎるのかなって思うので、J1 で通用するのかどうなのかっていう質問に関しては何とも言いようがないですけど、ただそれは、そもそもザーゴにやってほしくって、っていう強化部の望んでいるサッカーに近いものっていうことであるならば、それは J1 で通用する、または優勝にリーグ優勝に値するサッカーをやってもらうために変えるっていう、まあ、本来強化部のやりたいサッカーにするっていうことに目を向ければいいのかなとも思いますがね。はい。ただし少なくともビルドアップっていう土台はありますし、そこのところでネックになっていたところにピトゥカも来ますから、そうは言ってもそのままのものでピトゥカをそのまま入れます、回帰をそのまま入れますってことであれば、そのままのサッカーでもある程度勝ち点は拾っていけるサッカーができると思いますし、どこまで相馬さんが自分の色を出すのか、その辺も、正直、まあ、難しいところの部分っていうのはどうしてもあるのかなっていうところでもありますかね。はい。まあ、勝ち試合はどうなるか分かんないです。対戦相手があるとこなんでね、そこはね。まあ、どれだけ相馬さんがアップデートされているか、痩せましたね。なんか痩せてさ、これ言うと失礼かもしんないけど、ちょっとあの、吉田沙保里感すごくない？なんかちょっと最近の相馬さん。吉田沙保里感がすごいので、多分霊長類最強の人が、に似た人が監督になるので、多分鹿島アントラーズレッズは霊長類最強のクラブになるんだと思います。そうね、ザーゴのエッセンシャルをプランスしたサッカーを表現できるかが鍵。まあただそのザーゴの色を出すんだったら、じゃあなんでザーゴを解任したんだっていう話にもどうしてもなってしまう部分っていうのはあるので、そこら辺はなかなか難しいところではありますけどね。なんかこうさ、その練習を見に行く機会っていうのがどうしても僕らも記者さんも少ないんで、番記者の皆さんとかもねどうしても少ないんで、その練習の雰囲気がどうとかそういったところが分かんない部分がある。あとはその選手個別インタビューとかっていうことができずに、リモートでのインタビューですよっていうことになってますんで、余計にその辺の空気感っていうのが分かんないんで表に出てこないんですよ、今このコロナ禍の影響でね。だから、今回かなり、納得いかない人たちっていうのはいらっしゃるでしょうし、あ、本当、マンさんのコメント出てきた？どこにあるかな？もしよろしければ、URL 貼っていただけたら嬉しいが、あ、ここ URL 俺しか貼れないんだっけ？ちょっと待ってね、今。見るね。ごめん、ちょっと待って、後にするか。これね、マンさんのコメント。吉田沙保里マックさん。え、似てない？怒られる？相馬さんファンに。似てんだよな。笑っちゃうんだよな、たまに。まあ、勝ち点3をね、ということでね。はいはいはい。なんかとんでもない雨降ってる。
ないですよ。ちょっと待ってね、記事が見当たらない。ちょっと待ってね、記事が見当たらない。LINE、田口パイセン、LINE とかに送ってくんない ?LINE とかに。もしよろしければ。もしよろしければ。そんな優しいことしてくれたら嬉しいんですが。それか誰か僕に DM 送ってください。もうそれ送ってくれるまで晒しとく。リツイート坂の輪で見つ、ありがとう。見に行くね。ちょっと待ってね。ちょっと読まさせて、それも含めて見させてね。坂台には乗ってる？乗ってない？なんかすごい雨なんだけど、みんなのとこ大丈夫？送った送った、ありがとう。Thanks。 読むわ。ベースに話した上で、昨年のベースに上乗せした形でのスタートを切れず、ベースをまた崩してしまった。だって去年より補強してないのに、どうやってベースを上乗せするんだろうかっていうところには誰も疑問な、みんな疑問を、まああれした方がいいですね。雨風強いよね。まあそれはそうだと思いますよ。だからこう出てくる記事とかでね、判断するしかないのでね。またベースを崩してしまい、その状況か、そこに戻すような状況のスタートになってしまった。そこでなかなか噛み合わなかった。なるほどね。ベースもなく、高校生みんなに共有できる、ちょっと前にそういう一時のプレイをすると、浦和戦が引き金、相馬監督は暫定ではなく、あくまでも監督だから長くやってもらいたいということですね。鹿島か、個人的にジャージ予想、あれね、スーツじゃない、多分スーツだと思うけどな、あのニューヨーカー様的なところの手前、おそらく。なるほどね。決定打になったのは浦和戦の敗戦で、まあ、札幌戦でさらに気づいて、鹿島らしさっていうか、まあ、自分たちが大切にしてきたものにもう一度変えないとまずいなと思ったっていう風なコメントが出ていたわけなので、もしかするともう今後ヨーロッパの監督が就任することはないかもしれないですね。これは鹿島アントラーズには、っていうことだと僕は捉えました。まあ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 、後ほどね、また後々こう、そこでまた気持ちが変わる可能性っていうのはあると思いますけど、違うのよ。やっぱこう、URL のところのその文章がある分、ちょっと読めないなと思って、有料のところでは。徳島がセレッソに解消してる勢いになって、なんか、蹴るわけにはいかない。まあ、セレッソ強い、セレッソね、徳島強いですからね。進化しないんですね。まあ、
いう感じに今のところ、今この記事を見たところではそういうふうに見受けられましたね。もともと強かった守備組織の構築のところをもう一度作り直したいっていうようなコメントが出てたので、そういうことだと思いますね。そうそう、札幌生命、お疲れ様です。すみません、確かに痩せてました。やっぱ吉田沙保里に似てきましたよね、痩せた分ね。ちょっとお茶もらいます。 はい、どういう感じですか。なるほどね。そんな感じで、オリベイラ並みに前からプレッシャーかける感じ。オリベイラの前プレはただ言っているだけで、あれがプレス、組織的な守備の上でのプレスかと言われればそうではなくって、まあ、行くことによって相手の長く蹴らせるボールっていうのを、まず、警戒する。あ、ごめん。あれしなかった。ところからスタートしていって、でも最終的に帰着するのは、最終的にセンターバック陣が強いから何とか守れるよね。っていう、守備で、まあ、ブロック守備もしましたし、我慢する待つっていう守備をしたので、おそらく相馬監督がするプレスとオリベラ監督のするプレスは違う種類だと思っていただいた方がいいと思いますね。多分そこ一緒にしてプレスっていうものを一つに考えてしまうと、多分また3連覇の時と違うじゃないかっていう考えに多分なってしまうんで、多分そこじゃないところで見てもらった方がいいと思います。どれかっていうと、多分大岩さんがうまくいっていた時期に、特に松本山雅戦とかで見せたような、ああいうプレスであったり、去年ザーゴが途中でやったプレスであったりっていうところのプレスの方を思い浮かべていただいた方がいいと思います。オリベラのサッカーっていうのは、クリスタルパレスとやってることです。変わらないサッカーなので そこをイメージしない方がいいと思います。で、もし仮にオリベイラのようなサッカーをするのであれば、浦和レッズのように失敗するっていうふうに思った方がいいと思います。はい、勝てないサッカーにしかならないと、個人的には思います。そしたらそれは気づかなかったです。推しだったからやめてくださいって、ごめんなさい。もう、あと200回ぐらいしか言わないようにします。ごめんなさい。圧縮カジマアントラーズが見られると聞いてどうなるかわかんないですけどね。まあ、でもプレスはするっぽいっす。プレスはするっぽいっす。プレスはするけど圧縮するかわかんないですけど、ただ、連動したプレスのところには必ずスライドは、必要なので、そういった意味では、まあ、圧縮、まあ、縦横も圧縮する可能性はあるかなっていう気はします。まあ、それは知ってらっしゃるので、やってたこともあるので、それを、今の選手の質っていうところでどれだけできるのかっていうようなところっていうのは見なきゃいけないかなと思います。あ、これやった。愛の中さんはつまわりです。悪名高きクリパー。でも愛すべき悪なんだよな。もうそれでも応援することをやめられないんだよ、心のクラブっていうのは基本的に。守備のテコ入れということは、ミドルプレス、リトリートに一旦なるかもしれないですね。どうかな。それやったらさ、石井さんと大岩さん、なんで変えたんっていう話になる気はするんだよね、正直。ポリリズムじゃん、それじゃ。繰り返すポリリズムじゃん、それじゃ。と思うんだわ、正直。彼らを変えた理由っていうのは、ザーゴを連れてきた理由につながるわけだし、そうするとザーゴを辞めさせる理由もよくわからなくなっちゃうし、と思うな。ちょっと俺これにもし戻るんだったら、ちょっとそれはスローガン変えなきゃいけないんじゃないって思うけどな。
でも違うか。誠の価値の進化が見えるカシマンドラズっていうのはこれだって言われたら、それはそうか。はいってなるしかないか。それは、そうか。ひらがな進化だからね。どの進化なのかは僕らにはわからないわけだから。いろんな進化があるわけで。そうするとなかなか難しい話になってきちゃうよね。ああ。っていう感じです。これに関しては。相馬監督になって、選手起用がどれほど変わるのか、ゴールキーパーも含めて、そんなにみんな寸手に戻したいのかな。そうか。あれだけ起き止めてくれてんだけどな、多分、寸手並みに今止めてると思うんだよね。だから別に失点の多さとかは絶対寸手と起きの関係じゃないし、正直。なんか、獣さんっていうね、太古さんっていう、太古の森と漆黒の獣さんこと堀内直樹さんって人がいるんだけど、獣さんがね、もう元々キーパーなんですけど、よくチームがうまくいかないと、最後尾のゴールキーパーが変えられるのが、納得いかんってよく言ってるんだよ。で、大体チームがうまくいってない時っていうのは、やっぱ失点してて勝てないことっていうのが多いわけで、で、その時にやっぱやり玉に上がるのがゴールキーパーなんだけれども、やっぱりその失点シーンとか深掘りすると、ゴールキーパーにはどうしようもないシーンっていうのがいっぱいあるんだよね。で、じゃあって考えると、多分今季の失点のほとんどはもう正直仕方がない部分っていうのはめちゃめちゃあると思ってるし、で、じゃあそういうところで考えたら、沖はスーパーセーブめちゃめちゃしてくれてるんだよね、正直。今季何点、本当し、もう今季本当何点しのいでくれたかわかんないのよ。で、その中でも失点はどうしてもしてしまうんだわ。それはゴールキーパーの責任だけじゃなくて、失点してしまうんだわ。どうしても。それがもう、サッカーってそういうものだから。じゃあ、翻って考えると、攻撃面のところとかで、どれだけ、沖が貢献してるのか、じゃあ、どれだけ駿恬が貢献してるのかっていうところで、天秤にかけると、ちょっとそこら辺は、役割としては、駿恬と沖で考えると、その分のところで言うならば、プラスアルファのところで言えば、沖の方が大きいかなって僕は思ってるんで、このまま沖の方がいいのかなとも思うし、それはこの前出た福岡戦の時にもちろん大勝しましたけど、駿恬のキックが全然やっぱ繋がらないシーンってあったと思うんで、あれを見てしまうとちょっと僕は思いっきりって駿恬でとはちょっと正直言いようがないところは正直あるかなっていう気持ちは僕はありますかね。はい。だから、ちょっとここで、ゴールキーパー含めてって、ちょっとそこ強調されるのは、ちょっと僕は釈然としないかなって、ちょっと思うかな。変な話、もっとやり玉に上がるべきポジションの選手はいると思ってるから、個人的には。言わないけど。だから、ちょっとそこじゃないんじゃないかなっていうのは、正直僕は思いますね。はい。もうみんな心がすさんだらクリスタルパレス見たらいいよ。もっと心がすさむから。でも可愛いんだよ、あのチーム。コジソン含めて。相馬さんのサッカーで気になりそうな選手は誰でしょうか？まあちょっと相馬さんのサッカーが想像できないので、何とも言いようがないですけど、まあ少なくとも犬飼、健人、荒木、泉がいない間は荒木、本当に頑張ってくれなきゃいけないと思いますし、
あとはエメラルドと綾瀬をどうするのかっていうのは注目しないといけないところですし、で、土井翔馬をどこで起用するのかっていうのも気にしなきゃいけないところだと思うんで、まあ、そういった意味で言えば土井翔馬をどこで使うのかっていうのは一番キーなのかなと思いますかね。はい、ゴールドレッツおつまりです。そうそうそう、まず徳島戦見てみないと分かんないからね。順だ、その通りでございます。本当に前プレで行き過ぎたから、ミドルプレで一旦意識下げさせて、ちょうど良いバランスを探しそうという意味です。いや、あのね、行き過ぎていたわけじゃないんで、その、プレスに行き過ぎていたから、ボールが奪えなかったわけじゃなくって、まずそもそものそのファーストプレスの位置取りがおかしい、その後ろが連動していく動きとファーストプレスの位置取りがおかしいところからスタートしているので、行き過ぎというよりはちゃんとした連動ができていない、連動が低い、そもそもできてないっていうところからのスタートになるかと思うので、多分去年のその望んでいた時の前プレ、そのいわゆるゲーゲンプレスと言われているものを望んでいるって強化部が言っている以上、俺ここでミドルプレスにするんだったらちょっとそれはわけ違うんじゃないのって思うかな。気持ちはすごくよくわかるし、それが守備の整理につながることっていうのももちろん理解はできるんだけれども、もしそれをしたらちょっとそれ鹿島アントラーズさすがにそれ違うんじゃないの、だったら大岩さんのままでよかったんじゃないの、石井さんのままでよかったんじゃないのってなるかな、個人的には。うん、それはそういった意味で憤りを隠せなくなっちゃうかもしれない俺は。うん、結局クラブが一つになって同じベクトルを向いて監督のやりたいことをバックアップしていたと言い切れない1年ちょっとだったので、総括もできないし辛いですね。そうそうそう、だからなんかザゴが悪いわけでもないし、フロントがじゃあ全部が悪いっていうわけでもないし、選手が全部悪いっていうわけでもないまんま、その結論が全く出ないまんまにこのサッカー自体が終わってしまったので、どこに帰着すればいいんだろうねみたいなところが正直ある。どこで僕らは気持ちのその収集をつければいいんだろうねみたいなところは正直ある。本当にその通りで総括できないんで、だからしんどいっすよね。よりしんどいと思う本当に。うん、正直年々選手のレベルが下がってきている気がする。負けも笑ってる選手もいるし、それを見るともなんとな、レベルが下がっていることはないとも言い切れないけれどもいわゆる個人戦術と言われるもののレベルに関しては、まあそれのスペシャリストを集めてないっていうところもあるので、まあ、育ってもないですし、それに関してはそこは否定はしないです。ただ、個人個人の技術レベルに関しては高い選手が非常に多く揃ってきている。若手もそうですしベテランもそうですし、おそらく昔よりもおーうまいっていう選手が前も後ろもみんな揃ってるはずです。うん、なのでそこのところに関してはレベル上がってると思いますが、逆に言えばその個人戦術のレベルの部分が落ちてきているから戦術というもののベースを作るためにザーゴを呼んだっていうところの経緯があるので、そういった意味合いで言えばレベルは下がってきてるかもしれないですね。でかつ J リーグで勝つためにその今まで個人戦術で勝ってきましたっていうところに対して、対戦相手が質が高いチームが、質の高い選手を揃えたチームがいるよ、質の高い戦術を揃えたチームが多くなってきたよの中で鹿島アントラーズが勝てなくなってしまっているっていうのはこれも現状だと思います。なのでまあ、相馬さんがそれに対してどういうアクションを起こすのかっていうことが最も大事になってくると思いますし、そういった意味では技術レベルが低い選手たちが揃っているわけではないですが、ただザーゴの求めているポゼッションサッカーというところに対しては、基本技術のレベルはそこには達していなかったっていうところではあるので、そこに関しては振り返りとか課題とか修正の部分っていうのは、少なくともあるのかなっていう気はしますね。で、負けても笑ってる選手がいるしっていうのは、それはもうこっちの勝手な感情なので、
変な話、失敗した時に笑っちゃう人って多分会社とか学校とかにもいると思うんですけど、その笑うっていう行為をすることによって自分のメンタルを守っているっていうこともあるので、それを、否定してしまって笑うなっつって、そもそもそういう性格とかそういう癖を持っている人間が負けた時に笑わなくなった時に来るストレスによってコンディションが落ちる、パフォーマンスが落ちることを考えるんだったら笑っててもらった方が僕はいいと思いますね。うん。仮にも元の、サッカーに戻るのもザーゴの残してくれたものは大きすぎる。そうだからね、そのある意味そもそもずるいって思われる中でできると思いますよ、石井さんとかお岩さんからすると。そもそもずるくない、ザーゴのビルドアップあるまま引き継げるのずるくない、俺たちもやりたいわって多分思ってると思うよそれは正直思うと思うよ、俺だったら思う、俺はそういう人間だから、うん、思うと思うよ、うん、と思う。キーパーは大きいです、大きには不満はないです、スンテよりは俺は大きい、キーパーは矛先に向きやすいか、まあ、そうなのよね、失点の先にはキーパーがいますからね。マリノスとかフロンターレとかがかっこよくて結果も出しているのを見て、お岩さんがよくやっていても物足りないし、このままで置いていかれると考えるのは当然ですよね。マリノスとかフロンターレがみんなかっこよく見えてるかい？そうか。隣の芝は青いんだろうな、きっと。うん。まあいろんな人とね、僕は絡む機会ありますから、あれなんですけど、マリノスもフロンターレも各々に抱えてる問題ありますし、もちろん勝っていたりとか、うまくいってたりとか、盛り上がっているように見えますけど、彼らには彼らにとっての問題点があるし、物足りない部分っていうのもあるし、彼らからするとカシマントラーズかっこいいなと思う部分っていうのも少なくともあるはずなので、それはもうお互い様です。だけど僕らが応援しているのはカシマントラーズなので、僕はカシマントラーズしかかっこよく見えてないです、正直。うん。だから、まあ隣の芝は青いってことだけだと思います。だから多分皆さんね、こういう風にね、カシマントラーズの YouTube とかブログとかそういうところしか多分見ない人が多いと思うんですけど、やっぱり他のチームは他のチームで悩んでることって少なくともあるので、まあないものねだりってやつっすよね。それはお互い様だと思います。うん。はい、新幹線でお帰り。同じく大きなイージーミスの失点はそんなに、まあそんなにないかな。なくはない。ユーシバイスお帰りなさい。リーダーキャプテンをスンテに求めているのかな。それってでもケントに失礼じゃない。ケントや長きに逆に失礼じゃない。うん。それはスンテをリスペクトしてるようで、今のキャプテンとかを、それは、落としてる気がするよ。俺は。うん。なんか、そこはもうちょっと今のキャプテンたちをリスペクトしてあげるべきだと思うし。かな。ワンちゃんとかもそうだけどね。うん。犬飼とかもそうだけど、ピッチに出てる選手たちが、じゃあ、声出してないかっていうと、そうじゃないんでね、正直。キャプテンシーだけでどうにかなるっていうんだったら、ザーゴ変えずにスンテにすればよかったんじゃない？そしたら。うん。っていう話に僕はなると思う、正直。そこは多分、そんなあれだと思うな。今完全に大きくなると思って、松岡さんがいてもスンテさんだったように、まあそうね。大きだから防げなかった点より、大きだから防げた失点の方が多い。そうね。失点じゃない。点の方が多い。とりあえずサブにセンターバックでどうです。まあそれは、その、周りの関係とかね。怪我とか、いろんな事情がありますから、それは僕らが外から見ててどうこう言える問題じゃないので、ほら、退場してってさ、いなかった時期もあったわけだし。うん、だからそこら辺は僕らがどうこう言える問題のところじゃないかなとは思う。現場の人たちが一番よく分かってるから。当然本当に大きなセーブに助けられたからな。そうね。求心力やリーダーシップがなくなってしまったのですかね。スクラム集団をまとめるのはとても大変そうですよね。まあ、ただ今回のその解任の中において、例えば石井さんとか大岩さんの時に出ていたような、その求心力リーダーシップがなかったから変えたっていうような、コメン
ントはおそらく出てきてないと思うんですわ、ザーゴに対してのところにね。なので今回に関してはそういうところではなくって、単純にその音楽性の違いみたいなもんだと思います。いわゆる音楽性の違いの解散みたいなことだと思います。まあ、趣味思考のサッカーのところがちょっと違うかなっていうふうに思います。札幌戦で3点防いだとニュースにもなりました。そうですね、今のセンターバック陣のビルドアップ能力を考えたローキはセービング以上に貢献する部分は大きいと思う。そうね、だからそっちのサッカーにこう、うってやっていった方がいいと思いますね。三尾さんの代わりをスンテに求めるのかもしれないです。精神的支柱というか、活を得られるというか、ポジション関係なくだと思います。そしたら、この10年間というか、それで勝てるんだったら、この10年間リーグ優勝、通年優勝してないなんてことはないと思うよ、僕。逆に言えば。だからもっと他のところにあるんだと思う、原因は。うん。なんか、気持ちはとてもよくわかる。みんなの言いたい、その、精神的集中とか、キャプテンシーとか、そういったところっていうのに、その、求めたい気持ちっていうのも、すごく理解できるんだけれども、もし仮にそれがそうだとしたら、3つあんいた間に、いくつじゃあタイトルもっと取っとかなきゃいけなかったのって話になると思うよ。うん、仮にも、まあ、2016年はチャンピオンシップで取ってますけど、通年でリーグ優勝してる年がないわけなので、その間にじゃあそのキャプテンシーがある選手たちがずっといなかったのかって言われたら、いなかったわけじゃないと思うんで、ピッチ上にそれでも勝てなかったんで、じゃあそうじゃないんじゃないのって個人的には思います。はい、相馬さんって8連敗したって聞いたんですけど、大丈夫ですかね。オリベイラも8戦勝てなかったんでね、大丈夫じゃないですか。というか、まあ、その、ゼルビアでの8連敗と、鹿島アントラーズで8連敗するかどうかっていうのは、イコールじゃないので、それは。もちろん、その修正力とか、そういったところにもしかしたら問題があるかもしれないですけど、それは、その修正できるだけの材料があったかどうかっていう、その選手の質のところだったりとかっていうことも考えなければならない部分なので、それを全てが全てそうだっていう判断はちょっとできないかもしれないですね。うん、相馬さんはジーコやセレーゾと同じ星を持ってますよ。ちょっと今いろんなことが頭をよぎったけど、今はポジティブになりたいから言うことはやめよう。そうっすね、まあ、これは続けてほしいっすね、確かにね。オーバーラップね、犬飼いのね。そうね、大きな方は僕はいいと思ってます。ソーマゼルビアは割と前線にロングボール放り込んでたイメージ、まあそれもそうだと思います。前線のプレスとか、ラインを高くしての縦のコンパクトネスっていうのを求める以上、陣地回復をしなければならないので、陣地回復でロングボールを蹴り込む。これは、非常に理にかなっていますし、ザーゴもやっていることなので、もしそれができるんだったら、むしろ大歓迎ですね、個人的には。確かにミドルプレスなら石井さんでいいよね。そうだと思いますね、本当に。相馬監督体制が始まっていないところですが、どこから引き抜くとしたら、栃木 SC の田坂監督あたりがフロントの指向性と合っていますかね。じゃあ田坂監督は鹿島アントラーズのジーコスピリッツを持ってるのかっていう話に、多分田坂監督を引き抜いてきたらなるでしょ、今の状況で考えると。なんかまあでも、プレスサッカーやりたいって言って、プレスサッカーの申し子を連れてくるんだったら、それはそれでありだと思うけど、鹿島として大切なところに気づいてしまった、浦和戦で負けたから、で、そこでザーゴ解任しようかなって考えて、札幌戦のところが決め手になって、相馬監督に変えたっていうことは、鹿島にとって大切なものっていうのを大切にしたいから、相馬監督にしてるので、多分そこで田坂監督息抜いていけたところで難しいんじゃないですかねって思っちゃうな、個人的には。だからいろんなところが今ちょっとわけわかんない状態なんでね、ちょっと難しいですけどね。
ザーゴを選んだのがフロントで、でもフロントは昨シーズンザーゴにザーゴのサッカーをさせなかったのか、ザーゴが譲歩したのか分かんないですけど、何のためにザーゴを連れてきたのかよく分からないサッカーをし、ほぼ1年を無駄にしたのかなと思います。まあ、率直な感想で言うと、この通りですね。僕もこの通りのことを思いました。うん、率直な感想で言うと、本当に、このコジさんが、コジさんでいいのかな、コジさんが言っていること、そのまんまに思いましたよ、正直。うん。かな。うん。ミサオ選手の不調の理由って何でしょうね。生き生きしてた昔のミサオ選手が好きでした。まず守備戦術が変わって、内側に、プレスバックしていって、ミサオケントのところとかに止まっているミサオケントやレオのところにボールを奪わせて、そこから展開っていうサッカーにしたときに、ボールを奪った後に敵が近い中で展開をしなければならない、または後ろに下げなければならないという判断を迫られたときに、彼は、そこの技術を持っていない選手ではあるので、まあ、伸びてはいますけど、そこを持っていない選手なので、そこのところがやっぱこうできないっていうのももちろん自分自身も分かるところだと思うんで、まあそういったところからちょっとこう萎縮してしまった部分っていうのはあるんじゃないですかね。戦術的な理由だと思います。マリノスはシティの資本入って改革始めてから優勝まで5年だから6年かかってますし、そうだよ、だから本当に我慢は本来するべきだったと思うんだよ。相馬さんのイメージは町田時代の縦横圧縮で、歌手まではどのような戦い方を見せてくれるのかは楽しみではあります。そうですね、楽しみにしましょう。今は正直マリノスとかフロンターレグランパスの守備の方が羨ましく見えてしまう。俺は絶対嫌だ。ごめんなさい、あの動きが強くなってしまって大変申し訳ないですが、僕はあのサッカー絶対嫌だ。うん、絶対嫌だ。あれは鹿島のサッカーじゃない、と思います。波があるのは当たり前、いい時も悪い時もある、悪い時こそ応援するのが本当のファン。まあ悪い時こそ応援するのが本当のファンとかっていう人もいますけど、いい時も応援するわけですからね。どんな時も応援してるっていうのがファンだと思いますし、本当のファンっていうのをどこで定義づけるのかっていうのは僕にはできないので、正直多分そういった意味合いで言えば、ゴール裏でジャンプして跳ねて常に歌い続けるサポーターの人たちが本当のファンだって言われたら、僕は本当のファンじゃなくなってしまうので、でも僕本当に好きなので、鹿島アントラーズのことが、なんか難しいよね。難しいと思う、その辺は。だから別にいい時でも悪い時でも、いい時に戻ってきてくれる人もファンだと思うし、悪い時に来てくれる人もファンだと思うし、勝っている時に来てくれる人もファンだと思うし、むしろ新しいファンとか古い人が戻ってきてくれるとか、そうやっていってファンの幅が広がってくれることっていうのが一番クラブにとってのためになるし、僕らもいろんな人とお話できるし、いろんな人と分かり合えるわけだし、喜びを、苦しみもそうだけど、だから難しい、こういうところは正直。ここまで待ってピトカが期待通りの活躍をしなかったらどうなるんですかな、どうなるんですかね。期待値上がりまくってますよね。もうそれを起用してる状況じゃないっす、正直。もうそれどころじゃないっす。15位だし、監督解任して、相馬さんになるわけだし、で相馬さんがじゃあ J1 リーグで結果を出してる監督かって言ったらそうじゃないわけだし、もうそういう段階じゃないです、正直、実は。っていうのは、危機感を持っておかなければならないと思うから、応援しなきゃいけないと思う。キャプテンシー、キャプテンシーって言うけど、プロサッカークラブなんか、各年齢のキャプテンになっての選手が集まってきてんじゃないのって話ですよね。まあ、本当その通りだと思います。本当その通りだと思います。ピドが今週、多分金曜日ぐらいじゃなかった、確か、日数からすると、多分そのぐらいには合流できるんじゃないですかね。この夏補強する可能性はあるのでしょうか。いや、ザーゴ解任しちゃって、その分のお金払わなきゃいけないし、どうすんのかね。わかんないっす。ちょっとその辺は。相馬ゼルビア対長谷部ホーリーホックの試合をずっとヘディングで行ったり来たりし続けていた印象ありましたね。まあ、それはだから、相馬ゼルビアがそうだったのか、長谷部ホーリーホックがそうで、
それを強要したのかどうなのかっていうところはあるので、相手があることなので、サッカーは。そこを絶対忘れちゃいけないところで、相手があることなので、相手のサッカーに合わせる場合もありますし、あえて合わせない場合もありますし、その一試合だけで判断はできないんです。ただ、蹴るっていう判断を持っていることっていうのは、個人的にはポジティブ要素です。はい。ミサオケントなんかビビってないですか？ビビるでしょ。できないことやれって言われたら、ビビるよ。それは。うん。うん。俺は、ビビる。できないことやれって言われたら、ビビる。うん、ダンスしろって言われたら超ビビるもん。無理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 。飛び箱で大上前転しろって言われたら俺できないもん。あと前転でバク転しろって言われたらできないもん。それビビっちゃって。うん。だってそもそもの彼の役割にそのザゴが求めてる役割が合ってたかって言ったら絶対合ってないですからね。そういう意味ではかわいそうだと思いますね。うん。みんなが、みんな。去年のアウェー柏戦、マリノス戦みたいに最後まで諦めない試合をずっとできてたらよかったのに。それは多分僕らが見ている印象論だと思いますけどね。僕は少なくとも最後までなんか諦めてサッカーをしているようには見えなかったので、それは多分翼さんの見方なんじゃないかなと思います。僕はそういうふうには見えてないです。こういう時だから応援しましょう。応援しましょう。ザーゴのインスタの意味深ストーリー見ると何かあったのかなって思っちゃう。まあ、解任された時なんかは、もうそれはもう、センチメンタルな気分になっちゃっていいと思いますよ。はい。と思います。はい、アントラーズサポさん、こんばんは。相馬さんの戦術に関しては1時間10分ぐらいのところから相馬さんの話はしているので、ちょっともう時間なくなってきちゃったんでごめんなさい。もう一回するのも申し訳ないんで、アーカイブでごめんなさいの戻っていただいて見てもらってもいいでしょうか。フォーメーションは 4-2-2 が貴重だったと思います。これね、フォーメーションは、4-2-2 だったと思います。だから今と変わんないですね。ちょっとごめんなさい、戻ってもらって、戦術に関してはそっちの方で見てください。これ以上の戦力やらない気がします。どう生かすのかが問題。まあサイドハーフとかはね、必要かもしれないですけどね。わかんないですけどね。この1年4ヶ月のことはもう過去のことですが、残してくれたいいものは継承して大好きな鹿島アントラーズを応援するしかないですね。まあそういうことですね。ただまあ正直不信感がないとは言い切らないです。正直今回の人事とかに関しては理解はしてるけど納得はできないので、正直なので不信感は残っていることは確かです。それはこれはもうはっきりと言いますけど、応援はするし、好きでもいるけれども、今回の件に関しては、正直不信感、クラブに対しての不信感は正直あるです。先日の説明しました。先日の説明しました。1時間10分ぐらいのところからしました。ので、後でアーカイブで見てください。よろしくお願いします。飛行機ね、ザゴ可愛かったよね、ああいうところね。ザゴ周りのコーチはみんな残るんですよね、不思議な感じ。確かにね、そういうことですね。ザゴ、まあでも契約なんでね、そういう契約だったらザゴがいなくなった時に一緒にいなくなりますっていう、そういうセットじゃないみたいなんで、契約自体が。だからまあそれは残るのはそれはそれでそうかなっていう感じがしますね。ザゴで勝てないっていうのは昨シーズンから分かっていたのに、なんで今になって解任。本当ですか？俺は昨シーズンは勝てると思ってましたよ。だから優勝予想にしてましたし、昨シーズンから勝てないと思ってたら、すでに去年の終わりで鹿島アントラーズザーゴ切ってるはずなんで、ザーゴで勝てると思ってるから行ったんですよ。だからこれは結果論でしかないですね、これに関しては。うん。なのでちょっとそれはちょっと違うかなと思います。自分はザーゴで今年を迎えた時点で、今年1年我慢して勝負は来年だと思ってました。まあそっちはな、それはもう僕も思ってます。1年どころか2年でも3年でも4年でも我慢しようと思ってました。
ザーゴで。それはこっちは同意できるけど、その前はちょっと違うかなと思う。これはさっき言ったザーゴが飛行機好きだったので、まあ、あれ一回しかやってないけどね。はい、刑事さんおつまみです。今回は後で赤がありがとうございます。すいません。ちょっともう長々とやってきて、もう何回も同じ話しちゃったりとかしてるんで、ごめんなさい。ずっと聞いてくださってる人たち飽きちゃうんでね。ごめんなさい。戦術的なところとかは、前から見てください。冨安は来ないと思います。もう、ステップアップすると思います。その前に降格してしまう。しないでしょう。今のところ15位だから。今が17位、18位、19位、20位だったらやべえって、降格しちゃうかもねって言えるけど、今15位だから、降格してしまうとはちょっと言えないかな。怪我人以外の要因で、なぜ去年の継続ができなかったんでしょう。これに関しても前半部分でお話ししてますんで、ちょっとごめんなさい。アーカイブ見てください。ごめんなさい。もうちょっと2時間になっちゃう。俺ちょっと10時から予定あるからごめんなさい。あれしてください。ごめんなさい。今、この最後のところら辺でちょっとあれします。実際今年は去年が勝てていた時期の状態で1年いけると思ってたんですけどね。僕はそれは本当思ってました。ね、ここから巻き返しましょう。生じが来たところで今あるものが解決するとはごめんなさい。個人的には思わないです。それこそザーゴのフルスローマにでも行きそう。確かに。本当そう。ステップアップしますから、鹿島にはちょっと来ないでしょうね。はい、だね。ということで、いただきました。ありがとうございます。ごめんなさい。ということで、今日はこの辺で失礼させていただこうと思います。まあ、最後に、まあ、総括とかしとかんきゃいかんかなとも思いますけど、まあ、本当にザゴに関しては感謝しかないですし、もういろいろ不安もありますし、いろいろとこう、しんどいところもありますけど、まあ、もうね、行くって決まっちゃってるんで、僕はジーコスピリッツの他に行かなくちゃ精神っていうもののね、持ち主でもありますんで、もうここから行かなくちゃっていう気持ちでやっていきますんで、これからも、もう、相馬さんのサッカーについてもお話しさせていただきますし、今後もね、鹿島アントラーズを好きで居続けて、鹿島アントラーズを応援し続けようと思いますんでね、皆さんも一緒に応援していきましょう。共闘しましょう。徳島戦勝とうね。それでは、ありがとう。いっぱいお越しいただきましてありがとうございました。ブラジル式で数厳しいと言われてますが、自己スピリットが重要ということも分かるし、一番難しい局面、本当に一番難しいです。なので今こそ、相馬さんね、支えなきゃいけないですから、長いこと続けてもらえるように、長い時間相馬さんと一緒にいれるように頑張って応援していきましょう。クリスタルパレスの試合を見てね、皆さん、クリスタルパレスより悪い状態のチームはないんだって思ってください。それでは、おつまみです。ありがとう。あれ？